ランジラーは村の双子。デボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。どうしてポポルさんたちが。答える気はないわ。自分で考えるのね。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか。なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして？なぜなんだ、デボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや違うようだ。嘘だ嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ、なぜお前たちが邪魔をする。シロの書、裏切りの輩。お前に詰問される筋合いはないわ。私たちの力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか。どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか。ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれるぜ。シロ、大丈夫か。おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が回らなくなった。シロさん、多様な目をするでない。心配無用だ。大丈夫。
デボルさん、ポポルさん。やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前、滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシタルト。白の書、思い出せないの？なら、思い出させてやる。シロ！頭の中が思い出したぞ、デボル、ポプル。なんちらは人間にあらず。そして口ごもったね。言いづらいかい？ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今ここにいる全員が人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ。まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか。いいな、我らが魔物と呼んでいるあれが人間だ。人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う、俺はお前たちとは違う。
涙は流せるのに魂がないなんて本当におかしな話だよ。ごめんな、ポポ。いや、デボル、置いていかないで。私を一人にしないで。ポポルさん、もうやめよう。やめよう、やめよう、やめようって。お前にそんな自由があると思ってるの？デボラを殺しておきながら、よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅いんだよ。何もかもみんな殺す、殺してやる。ポポルさん、俺はあんたとデボルさんに育てられたようなもんなんだ。頼むからやめてくれ。あやつらは年も取らずにずっと見てきたのだ。長い長すぎる歴史を、真実を。クソ、なんでポポルさんと戦わなければならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。倒すしかないんだ。まずい、進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です。この醜い体になってからの姿も本当に嫌でした。だけど同時に誇りでした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること本当に感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、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 さんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。
行くぞ。